秋を表し、描かれていない冬を自然に想像させ、あたかも永遠の時、空間を思わせるものと言えましょう。120枚の天井絵、合天井を包み込み、一体をなす広がりを持つ作品といえます。またこの襖絵の裏面には、京都東山の前景が同じく岡信孝画伯により描かれており、元祖法然上人の母なる山、比叡山を中心に、左から浄土宗大本山、公開興行寺、臨済宗南禅寺派総本山、南禅寺、浄土宗総本山、地方院が描かれ、四季の風景を生かした水墨画になっています。はい。はい。あ、そちらの方がいいですか。